昨日より時間が遅い検査。もう6時回ってます。ピンクの関係に。昨日より遅いです。あとは。今日難しいかな。あたくんもなんか連れてない検査って。さあ。よいしょ。よし。ここが危ない、そっちゃ。釣れたか。来たね。お、やったね。お、すごいすごい。さすが。来るなりやった、嵐くんが。お、ええわ。お、すげえすげえ。これで取れちゃうかもしれんよ。ええね。綺麗な、綺麗な鯉だね。そう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 、ヘラヘラヘラっぽいね。それ今日はまだ行きます。撮影隊ゴールになってそれそれ、なんか来ちゃうね。釣り番組かね。メジャーはあるよ。あ、足立くんがまた2枚目釣りましたよ。やっぱ執念のとこは違うね。今度はどんなヘラ濃い。うわ、これはええね。うわ、ええね、これ綺麗な骨やね、これ。すごいね、これ。これ、測った方がいいやない、はい、うわ、これはいい。すごい。うわ、うん、40ぐらいありそうだね。これは高やね。うん、言うことが違うね。もうヘラは違うとか言いよるけん。すごいね、足立くん。いや、いい。これはもうジャミのあたり。なんか怪しいあたりも出てきたよ。マジか。マジか。なんか足立くん、そりゃ一体餌がええんか。でかそうやね、それ。3枚目かけちゃうし、これ何、足立くん、やっぱ違うね。わさび練り寄ってから、あ、すれがかり、すれがかりじゃん。すれがかりは釣ったことに入らんね。釣れな、完全に腹やね。それは枚数に入らんね、釣れの。ヘラヘラしはで、莫大でかいんじゃない、それ。その前にそれでかいね、足立くん。それ何、それ何。それブチでかいんやない、サイズ。それヘラ？ブチでかい、それ100半ぐらいあるんやない。やばいのが出たね、それ。でかっ。わ、すごいね、足立くん、これ。すれがかりや。そう、ヘラシは数に入れんねん、そのすれがかり。はい、うわ、やじゃ、この波、ほんと。うわ、すごいね、でもこれ。40あるね、これ、はい。これはヘラじゃねえ、完全な。今までで一番。ヘラっぽいね。さっきまでのちょっとマグナっぽかったけど。測りますか、すれがかりでも。言えない、それ。42ぐらいあるのかな。
でもそんなにやっぱすり焼きを重く感じたんですよね。すり焼きを強調する男。もうちょっとはこんな口にかかっちゃった。4枚目、まあ、さっきもカウントに入れましょうか。3枚プラス1にしようか。師匠は厳しいけど。すごいね、足立くん絶好調。4枚つったね。でもすごいすごい、うん、自己記録。2人はこれなんよ、あんだけコン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 下がって。キレがあるね。はい。コン。はい。コンコンコン。うわ、それは A じゃない、入ってないよ。うわ、スレじゃないね。5枚。うわ、すげえ、すごいね、足立くんやりました。よっしゃ、やった。上下昆布でも釣れた。まだ取ってないけど、まだ取ってないんよ。よっしゃ、ありがとうございます。まだ取ってないんですよ。これ逃げられたら、ほらすげえ、昆布だけでも釣れるんやな。でかいで、これ足立くん。ええ型、いや形がいい、いやでかさはないんやけど、うん、うわ、かっこいい。あ、かっこいい、かっこいいヘラが来てた。あ、よっしゃ、はい、足立くんお疲れ様でした。今日はすごかったね、足立くん7枚。7枚取ったね、すごかったね、自己ベストやね。
もう完璧、今日は良かったね。でもね、俺今日坊主かと思って来たけど、なんとか俺も2枚取れて良かったです。すごい、やだちくん、はい、今日はそのわさびの練り加減が良かった今日釣りに行こうか行くまか迷ってたらしくて、足立くんはね。ほんで明日のわさびを、粉わさびを練りよったらしいんですよ。それを練りよったらなんか急に行きたくなったらしいです。これちょっとばらけが足りんのやないかとかね、わさびを依頼よったばっかりに、それが平船の芋グルテンに思えてきて、なんか急に思い立って行ったらしいです。すごいわ、来てよかったね、ほんとね、よかった、よかった、よかった。それでは、今日はまあ、よかった。俺も、まあ、ダメやけど、まあ、私もよかったらそれでいいです。ありがとうございます。それでは、お疲れ様でした。また頑張りましょうね。はい、狙うは尺半やね。45センチ。頑張りましょう、はい。それでは、失礼します。ご視聴ありがとうございました。一番星がない。